マドリッド支店のバニーです。今からマドリッドの状況を説明いたします。今私はソウル広場にいます。ご覧の通り人はいます。でも必ずみんなマスクをしています。有名なグランビア大通りにいます。ご覧の通り今はちょっと賑やかになっております。手に入る前には必ずマスクとジェルをつけないとダメです。今サンミゲル市場にいます。この市場はマドリッドの一つの観光スポットであり、閉まっております。まだ開いておりません。この一つの有名なアルパルガタ、この店では2人しか入れません。マドリッドのレストランの状況は全部今はテラスで予約できます。中ではまだ入られません。結構いつもいっぱいいっぱいになっています。マドリッドの一つのバル、マッシュルーム専門店にいます。残念ながら閉まっております。テラスがないレストランやバルはまだ開いておりません。もし開いていたら、デリバリーか、テイクアウェイをできます。